こんにちは、カヌです、今日もですね、オリジナルの手ぬぐいを作ろうと思っているあなたに向けたワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います。今日はですね、この、和手ぬぐいをですね、作るということで、専門店ですね、この和手ぬぐいの専門店、どういったところがあるでしょうというところなんですけども、まあ、和手ぬぐいイコール中世なんですけども、これっていうのは実を言いますと、この線香場は全国でね、専門にやってるところって本当に20件ぐらいしかないんですね。全国でです、20件ぐらいしかないんです。でその中でも、まあ組合でちゃんと機能してるっていうのが大阪の染め物組合、ね、があって、まあ、それでも加入してるのが10件程度だと言われてますね。となると大阪以外では本当10件ぐらい、まあ、地方に点在してる程度しかないんですね。やっぱりこの辺の業界っていうのは非常に小さい業界になりますので、やっぱやれるところ、このオリジナルでやれるところっていうのは本当限られてくるんですね、越中品っていうのはね。ですから、まあ、既製品でやられてるところもあるでしょうけども、まあ、誰でものようなオリジナルの屋さんっていうのもまた少ないところになりますのでね、ぜひこの辺りですね、自分に一番合ったこういった線香場っていうのがでやってもらうのが、ね、いいものが上がってくる必須の条件になりますので、この辺りっていうのをよく吟味しなくちゃ、出来上がりに非常に不満が残るところになります。ですからこの辺りはよく分かってもらえるような、ね、あなたが言っていることが分かってもらえるような業者さんを探すっていうのはまず第一前提になりますので、この辺りですね、よく分かってもらえるところ、こういったものところをですね、探してください。よろしくお願いいたします。